バナゾルはアルメニアの北部にある都市。人口は2001年の時点で10万7394人で、同国第三の規模を誇る。ロリ地方の中心都市でもある。夏は別荘地として賑わう。日本語ではバナゾール、バナゾルなどとも表記されるほか、以前はカラクリス、カラキリス、カラクス、キロバカン、ガラクリサ、カラキリサ、メツカラキリサ、コロバカン、 キロワカンなどの故障もあった。低政ロシア紀は、カラキリサ、ソビエト時代は、キロワカンの呼び名が主流だった。カラキリサの黒い教会長の歴史は、未だ大部分が謎に包まれている。墓など青銅器時代の遺物が発掘され、地元の博物館に収蔵されていることから、そこまで遡るのではないかとの説もある。しかし、 アルタクシアス王朝によるアルメニア支配が終わる期限1世紀頃にはアルメニア王国で13番目の地方のグガルク地方に組み込まれていた。13世紀初頭には丘の近くに黒い石造りの教会が建てられたことからカラキリサの名を授かった。1801年にはグルジアと同じくロシア帝国領になりペルシャと対峙するロシア防衛軍の前線になった。 ロシア・ペルシャ戦争中の1826年には、発カー案によって破壊され尽くされた。1849年には、ロシア帝国によって、エレバン県に組み込まれた。1899年に、トビリシエの鉄道が開通すると、交通の要衝としてその恩恵に授かった。第一次世界大戦中の1918年5月には、近郊でカラキリサの戦いが起こり、 アルメニア側のトブマス・ナザルベキアン将軍が劣勢に立たされていたところへ、ガルキニで率いる一体が駆けつけ、トルコ陸軍の侵略を阻止した。アルメニア第一共和国建国のきっかけとなった、サルダラパートの戦いの数日後であった。バナゾル市街から西へ 2km ほどの地点にある小さな聖堂には、戦いの記念碑を建てる計画が上がった。アルメニアの作家、 ハチャトゥルアボビアンによると1920年代、カラキリサには600人以上が住んでいて、その大部分が、首都エレバンからの移民であった。これは、アルメニア県の制定後、バナゾルには、カルス、アルダハン、エルズルム、ドーベヤジットなどから、何百人もの移民が殺到していたためである。郊外の風景ロリ地方の中心都市で、 首都エリバンから北に1 2 8トル、ギムリから東に6 4トルのところに位置する。標高は1 4 2 5ルで、パンバク川に、タンツト川とバナゾル川が合流する付近の谷間に、築かれている。国内で3番目に、大きな都市で、市街地は、標高2 5 0 0ル級の山々が連なるバズ、無山地、パンバク山地に取り囲まれている。 町の南側と東側は密林に覆われているが、北側と西側は乾いた土地が広がる。気候は夏涼しく冬は暖かい。冬の平均気温は低摂氏4.2度だが、夏には摂氏20度を超すこともある。1988年のアルメニア地震では、付近の都市同様大きな被害をこむり、バナゾルだけでも564人が亡くなった。しかし、ビル。 大通り、中央公園などは被害を免れた。化学工場機関産業は、化学で1929年に最初の化学工場が置かれて以来この地に根を下している。主な化学工場として、プロメティキンプロム、バナゾル化学工場、バナゾルキンプロム、バナゾル化学繊維工場などが挙げられる。また、火力発電所も置かれている。1999年に、 ロシアの大手科学企業がアルメニアの科学市場を通じてバナゾルに工場を建設した。その後、国内経済崩壊による1990年代の失われた10年を乗り越え、2001年に市内の科学工場と火力発電所は年間生産記録を更新した。バナゾル国立教育研究所とムヒタルコシュアルメニアロシア国際大学、さらに エレバン国立大学の文校の3つの主要な高等教育機関が置かれている。さらに2009年時点で中間技術大学が6校、公立学校が32校、保育所が20校ある。また文化の中心地でもあり、私立美術館やホバネスアベヤンにちなみ名付けられた劇場などがある。ロリ地方とタブシ地方を管轄するアルメニア首都教会のグバルク教区はこの地を拠点に、 している。2002年5月、この地で、新しい大聖堂の着工式が行われ、2003年の、遅くには、首都協会の主座のガレギン2世が見舞いに訪れた。教会は2005年に完成し、慣れクの聖グレゴリーにちなみ名付けられた。パノラマ写真、ありがとうございます。